パシンペロンは、ホリープロコムに所属していた元、女性お笑いコンビ。コンビ名は、メンバーの岡ちゃんが北三38個時代に出演した、内村サマーズの第33回において、この日限りのコンビ名として、内村テロヨシに付けられた、パシン。ペロン、に由来している。はやぶさの前コンビクルクルキューティクル、岡ちゃんの前コンビ。 ホクロ38個がそれぞれ解散した後、2008年4月に結成。同年4月10日の実験ライブお笑い春のジンがパシンペロンとしての初舞台となった。はやぶさ、岡ちゃんとも前コンビの相方に振られる形で解散し、二人とも失恋話から盛り上がっていって結成に至ったという。パシンペロンとして、 初の出場となった M-1 グランプリ2008では2回戦まで進出。日本テレビの火曜サプライズ天才、志村動物園では前説を務めている。早草は、おかちゃんのことをビジネスパートナーだが子供みたいだし、世間知らずで危なっかしいと思い、おかちゃんは、早草のことを自分の保護者で酒の強いお姉ちゃんと思っているという。 2014年3月いっぱいでコンビでの芸人としての活動を終了。はやぶさはスピリチュアル芸人として、おかちゃんはイラストレーターとして活動。二人組んでのコラボは今後もしていく予定であるという。コンビ解散後もはやぶさはパシンペロンはやぶさの名前で活動している。初めの挨拶では、はやぶさがメガホンでパシーンと叩き、叩かれたおかちゃんが、 ペローンと舌を出すというようになっている。ネタ中でも、おかちゃんは叩かれるたびに舌をちょっと出すという形を取っている。芸のスタイルとしては、おかちゃんが一人芝居を始め、そこに、はやぶさが突っ込む、形のもの、または幼稚園、または教育番組の設定のコントで描き歌の、形式のものなどがあった。最後では、はやぶさが、おちゃんの足を引っ張って倒し、 コントの締めにすることがある。当初は二人ともショートオールのような服がステージ衣装だったが、その後はやぶさがスーツのような姿ドレス姿、おかちゃんが T シャツにオーバーオールという格好での出演もしていた。お絵描きコントでは、はやぶさが幼稚園の先生、おかちゃんが幼稚園児のような格好をすることがあった。なお、このお絵描きコントのオチで使うイラスト、 紙芝居の絵は共に、おかちゃんが描いている。他、コントには、おかちゃんが、テンパーマンに扮して、悩みを解決するというネタなど、多くあった。結成したばかりの頃は、後で使います。ボックスと書かれた箱を使い、そこから、物ボケに使うものを出して、ネタを披露していたということがあった。ネタ作りについては、おかちゃんがアイデアを出して、 はやぶさがそれをまとめるという形が主であるという。アイデアによっては、二人ではできなさそうなネタも出てくるので、困ることもあったという。ありがとうございます。